佐藤さん、春菜さん、そして天の声さん、おはようございます。北川景子です。中村徹です。工藤飛鳥です。あの逃げうる女がスペシャルドラマとして来月放送されます。帰ってきた、シルエット的にはサグラダファミリアみたいな感じになってます。このお三方、今北川さんが言ってくれたように去年連続ドラマで放送された逃げうる女が日本テレビの大型キャンペーンセブンデイズ TV 家族ってなんだのスペシャルドラマとして来月26日放送されるんでございます。北川さん演じる不動産屋のスーパー営業ウーマン三軒家町が家を売りまくる痛快ストーリーのこちらのドラマ、今回のスペシャルは最終回から2年後を舞台に描かれています。さあそして見て、春菜ちゃん、はい、春菜ちゃんの大好きなバーチーも出てますよ。ですよね、売るのかな、売るのかな、家売れんのかな、バーチーも。さあそしてね、皆さん三軒山ちゃんね、いろんな謎秘密が多いでしょちゅうことで、北川さんにもそんなことあんじゃないのちゅうことで聞いてみました。こちら、私の秘密としては意外と寝てないっていう、クランクインの日とか舞台挨拶とかめちゃくちゃ緊張して出て、前日とかも全然寝てないんですよ。布団入ってから、明日どんな質問くるんだろうと、明日階段から滑り落ちたらどうしようと、ずっと考えてるけど強そうに思われるっていうのが、あれ、まあ、意外というか、で終わっても全然緊張してなかったねって言われるのがちょっとなんか時々寂しい。へそれは確かに意外ですね。このギャップはたまらんですよね。強いかと思った、実はこの緊張してるとかっていうギャップは、いや素敵だね、そういうのね。ちょっとね、あの皆さんがなんかやべえ、なんか手の声気持ち悪いみたいな声出ちゃってますけど、すいません、ちょっと感情込めすぎましたけど。どんなの、春菜ちゃん、春菜ちゃんは見た目と性格の違いでこう意外がられることとかってある？私何でもかんでもポーチに入れるんですよ。ポーチに入れる、はい、うん、カバンの中、うん、ほとんどポーチで区分けされてて、細かいことやんだ、そうやって、うん、それが意外だねってあ、ガサツに思われるってことか。そうなんですよ、もともとガサツに思われて、おじさんみたいなのに中身おばさんなんだって言われて、いや全部おばさんだからポーチもだって基本的には全部胃薬しか入ってないでしょ胃薬だけじゃないですよ、いろいろ入ってんの、ね、入ってますよ、ギリダメとかも。ちょっと下世話な週刊誌とな入ってないですよ、ネットで見る派ですよおじさんのカバンじゃないのね。おじさんのカバンじゃないですから。さらに今回セブンデイズ TV のテーマが家族ということにちなんで、もし加藤さん、加藤さんを自分の家族にするとしたらという質問をしてみました。どういうことか、申し訳ないわ、そんな質問が。皆さんに想像してもらいました。お父さん、お父さんだとしたらすごい明るくて、いろいろこう一緒に遊んでもくれるし、すっげー気使ってるじゃん、言ってくれるという人があって、僕お兄さんですね。あ、そっか、あの写真なんだ。僕兄弟の一番目でお兄ちゃんが欲しいと思ってたんですけど、加藤さんみたいなお兄さんがいたら毎日連絡していろんな相談の電話とかしてると思います。いろんな知識とかも豊富な方だと思ってるんで、なんかいろんな質問してもちゃんと教えてくれそうで。中村さん、いかがでしょうか。イボ兄弟それぐらいの距離感がいいわけあって、嬉しい、門のそばの離れに住んでいて、うん、まるで守衛さんみたいなことをしてくれている。めんどくさい人が来ても全員追い返してくれる。加藤さんどうよ、イボ兄弟になりたいね、誰かね。でもさ、イボ兄弟になったと、あの中村さんがやってほしいことは、うん、ほぼガードマンだね。そうだね、番犬扱いだね。番犬として、ね、来た人を追い払ってほしいということでございました、うん、ね、北川さんと工藤さんは完全に気を使ってくれてましたね。本当だよ、ありがとうございました。セブンデイズ TV スペシャルドラマ帰ってきた家売る女、来月26日金曜日夜9時から放送でございます。さあ続いてはゴールデンに進出したあの番組の話題。